値段がちょっと高いです。熊本でスイカですか？え、そう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 、スイカです。スイカです。はい、スイカもメロンも夏の時期にたくさん食べますね。そうですね。これが暖かくなってくると美味しいです。うん、スイカ美味しいね。日本はさ、塩が入っていますね。はい、インドネシアも塩が入ってます。塩、インドネシア塩スイカに入れます？入りません。インドネシアはそのまま食べます。あ、ブラジルと一緒ですよね。ブラジルはね、塩が入れないですね。日本を初めて来た時はね、教会行ったね、それでみんなお待ち合わせ時はね、みんなスイカ食べましょうとかね、それで塩がみんな入れてるのは私びっくりしました。塩をつけるとより甘くなるから、みんなをつけて、そうそうだ、それでまあいいですね。あ、美味しいですよね、うん、と私みかんが塩入れます。みかんとかオレンジとかね。そうそう、レモンと塩も前結構レモンが入れて、もう塩入れる糖が好きです でした。でもスイカは日本来た時です。はい、え、日本はスイカ塩入ります？入りますか？はい、味がどうでしたか？味が甘くなります。うん、おお、美味しくなります。はい、美味しくない。はい、美味しいです。はい、美味しい。私初めてわかります。今度食べてくださいそうそう、今度国際センターね、先生はね、塩とスイカを持ってきてくださいコロナウイルスあったらそうね、コロナ終わったらね、みんな食べましょうか。はい、日本に来て初めて見た果物ありますか？まあそうだね、私はその大きいオレンジとちっちゃいオレンジね、初めて見ました。う